あの人との約束の当日は、昼過ぎから雪になった。栃木って行ったことあるか？向こうの中学に手続きするって。ごめんね。僕たちの前には未だ巨大すぎる人生が、暴漠とした時間がどうしようもなく横たわっていた。彼の心がどこにあるのか分かった気がしたのに。いつでも探しているよ、どっかに姿を。交差点でも夢の中でも、こんなとこにいるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい新しい朝。これからの僕、言えなかった好きという